マシアの体力向上プロジェクト、イエーイ。はい、どうも、JBIC のレンです。今日は自宅でできる運動不足解消のストレッチを行っていきましょう。はい、じゃあまず脇腹のストレッチをします。両膝をついて片手を前に伸ばします。もう片方の手を上に添え、上体を前へ倒します。この状態で10秒間キープします。次は腹のストレッチを行います。うつ伏せになり両手を前に足を一緒に伸ばします。その際腰が浮かないように上体を上へ反らします。この状態で10秒キープします。はい、次に上腕と脇腹のストレッチを行います。片手を頭の後ろへ回し、もう片方の手で肘を掴みます。この状態で片方へ肘を引っ張ります。この状態で10秒キープします。はい、じゃあ次は反対を行います。次のストレッチを行います。仰向けに寝転びます。膝を両手で抱え込み、両膝を胸へ近づけるようにして10秒キープします。次に反対を行います。動画をご覧いただきありがとうございます。次回もまた見てね。